賢者の選択リーダーズ。賢者の選択リーダーズ、ナビゲーターの神瀬誠一です。白石美希です。皆さん BPO っていう言葉聞かれたことはおありですかね。まあ、我々放送の業界にいますとね、はい、この番組の内容を良くしようっていう組織だっていうふうにすぐ思いつくんですけども、はい、まあ、一般のビジネスシーンではですね、ビジネスプロセスアウトソーシングの略なんですね。そうなんですよね、はい、つまり事務部門をはじめ生産部門のスタッフを外の会社に任せる、はい、ということなんですよね。まあ、今のようにね、知識とか技術、これが高度化してきますとね、はい、どうしても自前で全部やろうとすると大変なんですね。それはコストもかかるし、リスクも背負うことになる、はい、第一そのためのこの人材を手に入れる、入手するってとっても大変ですからね。はい、このアウトソーシングが今実は最先端のこの ICT の部門ですね、情報通信の部門にまで広がっているんですね。そうですね。でこの部門だと何がポイントになると思います？そうですね、やっぱり普通の工場とは違って、どこでもこう仕事ができてネットワークでつながることができるっていうところでしょうか？正解。よかったです。やっぱり物理的に遠いところにいるその人材だとかいろんな技術、これをつなげることができるようになるんですね。というわけで今回はこの BPO に積極的に取り組むある企業に注目いたします。1978年に女性がキャリアを磨ける会社を目指して誕生したベンチャー企業、株式会社 CCEW。 キャリアセンター法ウィメンの頭文字を取った。コンピューター業界初の女性 SE、 プログラマーの登録制在宅勤務をはじめ、いち早く国産マイコンの開発に着手するなど、業界のパイオニアとして ICT ソリューション全体に経験とノウハウを積み重ねてきた。その CCW が今手掛けるのが BPO による新たなビジネスの創出、リーダー金成陽子が進める地方を元気にするプロジェクト、その全貌に迫る。ゲスト、株式会社 CCW 代表取締役社長の金成陽子さんです。よろしくお願いいたします。どうもはじめまして、よろしくお願いします。早速なんですが、 CCW の特徴を一言で言いますとどうなりますか？はい、地域社会に貢献するグローバル ICT 頭脳集団です。なんかすごい賢い人たちばっかり集まってるなって感じですけど ね、はい、詳しくお伺いしていきたいんですが、番組では3つのキーワードで進行させていただきます。まず最初のキーワードは何でしょうか？地面75です。地面75って僕らの世代はもう本当に懐かしいね、はい、刑事ドラマですけどね、はい、それがどうつながっていくのかね、はい、ぜひお話伺いたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。金成陽子は1952年山梨県に生まれる。1975年大学卒業後、大手コンピューターメーカーに入社。1978年ベンチャー企業株式会社 CCW を設立。2001年にはアメリカの NPO 団体ザ・スターグループ主催の世界優秀女性起業家賞を受賞。現在は CCW 代表取締役社長の傍ら、各種法人の要職も務めている。プロフィール拝見しますとね、金成さんはその大学を出られた後、大手のコンピューターメーカーにまずお勤めになった、はい、その時はどういうお仕事をなさってたんですか？一番最初は海外文献を作るというところにおりまして、英語のテクニカル翻訳のお仕事をしてました。ということは英語の方もご堪能だってことですか？いや、それほどではないですけれど、でも翻訳をするんだから結構 ね、大変ですよね。専門家の翻訳事務所の方々が、コンピューター用のマニュアルなんで、海外に輸出するものなんですけど、それを全部英文でまず作ってくださって、ですが翻訳家の方々はコンピューター用語をお分かりにならないので、変な翻訳になるんですね。でそれをテクニカル用語、コンピューター用語で辞書がございまして、それに合わせて分かってるものがこう変えていくと、そういうふうなことをしておりました。まあ、マニュアルをちゃんと作っていくという作業だったわけですね。はい、そうですね。はい、優秀だったということだと思うんですけど、さて CCW を象徴する最初のキーワードに G 面75っていうのは出てきましたよね。
これはまあその丹波哲郎さんが出てくるあの刑事ドラマ、どういう関係があるんですか。地面75の最初のドラマが始まった時に、はい、女性が1人で男性が6人、ダーッと道路にこうワーッと出てきますシーンがございますよね。あの雰囲気で会社の中を歩き回っていた私がそれでそういうグループがなんか奇妙な存在として、メーカーの中で廊下をいつも歩きあらなんか浮いてたんですねじゃあちょっと浮いてますね。でもすごい協調性の高いね、グループに育っていくんですけれども、そこがいろんな問題を解決していく素晴らしい頭脳集団になっていきます、まあ、その辺はドラマと同じような感じになるわけですけども、ね、ドラマでは当然悪いやつを捕まえるんですが、お仕事のそちらの G 面は何をやってたんですか。東京におりますから、はい、本体なので、最先端の技術に触れて研究といいますか開発とか学べるんですね、で学んだ技術をいち早く伝えないと、それが技術の遅れになりますの で、で全国支店にいる SE たちに伝えるのに、どういうふうに伝えようかと、でその時に私どもの、その技術部隊の頭脳たちが答えますと、みんな優秀なんで、難しく答える。あとは素晴らしく新しい技術ですと、自分が咀嚼してからじゃないと、頭脳明晰な技術者のこだわりのある人は信用できないというか、ですので一呼吸を置くというか、そういうレンジがちょっと伸びてしまうんで、私は昨日覚えたものを今日話しなさいって言われたら、そのまま惑いもなく話せるので、でそれで窓口になっていったんですね。だけど、あの当時の働く女性って、まだまだなんか腰掛け型の見られ方してましたよね、そういう意味では本当の本格的ワーキングウーマンの走りというか、そんな感じの印象を受けますけど、あの当時その IT 業界で働いている女性の地位って言いますか、存在って言いますか、どんな感じだったんでしょうね。300人ぐらいのフロア、人がいるフロアにですね、まあ技術者の女性って1人くらいしかいないという時代でして、労働する環境としては規制がとてもありました。あの当時はね、今もそうなんだけど、男社会ですからね、日本の企業の中、基本的にはね、だから例えば結婚した、出産するなんていうのは、なかなかその度ごとにこう一つのハードルになっていっちゃうんじゃないですかね。そうですね、その当時は特にそうで、本当に女性で管理職試験っていうのも始まった頃でして、その管理職になった方とかは、管理職のこの職を貫くならば、とても子供は無理というようなのが、もう語らずともみんな全員が分かってるっていう、だからそれってすごくね残酷な選択ですよね。そうですね、ですのでそういったところも含めて、そういうふうに気持ちがあって仕事を続けたい、そしてその技術に対して素晴らしい技術を持ってる女性たちが活躍できるようにっていうことで、会社を作っていこうかなみたいな話が、どちらかというとトイレ談義でなったみたいなところで始まっていくんですね。でその起業される時、これ当然きっかけ、今のようなお話ありましたけど、なんかセミナーに出られて結構触発されたというお話を伺ったんですが、それもそういうことを混沌としながら考えている時にですね、メーカー内で梅島美代さんがご講演に来てくださいましてね、でその時に女性のありようっていう働き方っていうのをいろいろ話してくださって、こういう方がいるんだなって、でとにかく私はすぐセミナーが終わってからですね、こういう会社を作りたいと思ってるっていうご相談にですね、でも作ることはもう意思決定で、もうすでにで、むしろ役員になってほしいって無理なんだよ、ご自宅の近くまで押しかけまして、でそれでも会ってくださいまして、で私は兼任役員はできそういうのも今なら分かりますけど、当時兼任役員の規制って何だろうとか、全然知識がないので、会社作りってね、それは思い立っただけではなかなか分からない部分ありますもんね。でそれで梅島さんがいろいろアドバイスをしてくださって、とにかく、おやんなさいって頑張りなさいってして励ましてくれました。そうですか。そして社名の CCW、この社名に込められた思いというのはどんなことなんですか。
ちょっと先ほどもお話ししましたように、やっぱり女性たちの集まりだったので、キャリアセンター for women っていう、女性がとにかく一生懸命働きたいと思ったら、ここに行けば何か仕事がある、何とかしていけるという、まあ、そういう組織で、まあ、夢はできればお金まで貸せるくらいのファンドまで持てるくらいの企業になりたいって、それとあと在宅登録組織っていうのをしたいと思いまして、まあ、センターっていう、まあ、そういうことを考えました。では2つ目のキーワードは何でしょうか。 FM8 です。これも懐かしいな。懐かしい、はい。入社4年目に起業を決意した香取陽子、次なるキーワードは FM8。 その誕生の意外な真実とは。